皆さんこんにちは。こんにちは。今回は、バッグの中身紹介第5弾をやっていこうと思います。イエイ。メンバーが、パオリンさん、ボエさん、アイさん、私なんですけど、皆さん多分2回目ですよね。2回目です。で、季節も変わったということで、最近の事情なりバッグの中身とかを集めて見ていこうかなって思います。じゃあ行きましょう。はい、パオさんから行こうかな。パオさん、まずバッグちょっと見せてください。はい、もうお気に入りのウモダのバッグを使ってます。いいね。これエリアさんもしたよね。買ってばれちゃった。結構スタッフみんな出ます、そうなんだ、一目惚れして、これが発売されたらもう絶対買う。へえ、よかった、ゲットできて。じゃあ早速中身を見ていきましょう。はい、なんだろう、うん、とか細々したもの、うん、ほんまにいっぱい入るね。ジューシー。待って、ハンガーすごいまとまってますね。これ100均。いや、もう関係ないよ、ハンガーと持ってるってことが大事だから。あ、やっぱり分かった、入ってると思った。誰かからもらった。いや、はいはいはい、女子力ですよ、ね、これ塊です、女子力。お、こんな感じで結構入ってましたね。すごい、はい、こんな感じです。女子、めっちゃ女子です。これなんですか。ボディクリームです。ボディクリームですか。もう冬は乾燥が本当すごくて、そうやな、ダメなんですけど、あんまり匂いが強いものとか好きじゃなくて、お店でこうやってサンプルのやつで買って、これいい匂いだなって嗅いでみますか。嗅ぎながら。あ、そういうタイプ。嗅げると思った。すごい。待ってたよ。もらえる匂い。めっちゃいい匂いです。いい匂い。てか優しい。本当ですか。うん、お財布はどこのですか。お母さんに買ってもらった。へえ、ちょっと分かんない。いい、ママに買ってもらったよ。なんか形2つ折りのやつが欲しくて、多いから入らんしな。そうなんです。そこがなんかいいかな。そうやんな、いや素敵ですわ。では次、萌さんで行きましょうか。はい、萌さんのバッグをお願いします。私は変わらず、はい、バレンシアガン。前も一緒かわいい、一緒でした。お気に入りやで。はい、お、お、いい、入ってきてます。チョンブク気になるものがことこと後で聞こうかな。はい、マスク。はいはいはい。はい、お菓子が出んねや。うん、定期。おー、結構なんかカードとか、キャッシュレス、キャッシュレスタイプになりました。ペイペイもめっちゃ使う。やっぱ最近出ません。なるほどね。こんだけです。これ気になります。これもまた匂いが出てきそう。何っていう香水。イソップさんのマラケシュ、あんねん、めっちゃいいね。これは何、あのちょっと薄付きみたいな、はい、イソップのテイスト。あ、そう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 、イソップの多分定番の香り。洗練されたなんかスンスンなりますね。前なかったもんね。前なかったです。おー、今ハマってるものです。はい、でこれは何ですか。キーテス。そうです、お家の鍵。うんうんうん。お母さん何入ってるのこれ。グミ。最近ハマって、ブラッドオレンジ。普通のオレンジじゃなくて、ブラッドオレンジってとこが、はい、そうです。でもいいね、美味しそう。少ない、ね、そう、上手。少ない、マジで思った。もこの中にいろいろ入ってる。でもケチャに情報は。はい、いいです、新しい感じやね。そうですね、ちょっと変わってますまたね、こんな感じ。はい、今度は次行きましょう、アイさん。はい、はい、私のバッグをまず、今年の夏の、そうですね、私も今これのバッグを使ってます。はい、はい、まず携帯と、財布と、はい、もうカゴに入ったんで、絶対ティッシュ、と普通にショートスプレーと、はいはいはい、ミンティア、はい、とファンデ、はいはい、とこれですね。結構入ってんね。入ってもレモンのバッグ入るんよって。めっちゃ入ります。あとリップ、待って、新しいの見てるやん。ちょっと待って、結構増えました。これはこれで変わらないよね。これも変わらないです。新調しました。前のやつなくなって、最近また新しいの買って、めっちゃ大きいんや。やっぱいい匂いだな。一緒の匂い。そうです。リップこれちょっと気になる。なんかこの間ロフト行った時に見つけちゃって。開けたらどんな感じですか。オレンジ。そういうことか。ティントなんですけど、ティントあんまりつけなくて、でもなんかちょっと惹かれて買っちゃったかな。携帯的な形に。お願いやな。あ、そうで、
これは何の色でしょう。これはオワール。あー好き、めっちゃいい、ね、濃すぎない、違う色、ピンクみたいな、うん、そうなんだ、うん、のも買っちゃいました。これめっちゃ気になる。あ、これはディーゼルなんですけど、うん、中に車の鍵と家の鍵、うん、だけどいつもこういうとこに行って探すんですよ、家の前で、うん、めっちゃ可愛い、可愛いな、めっちゃ可愛い、確かにちょっとかっこよくなる、つけ入れるって、なんかバッグちょっとおしゃれになるよっていう感じに、うん、なってるよ。ちょっと待ってみていい？はい。こんな感じです。やべ、こんな感じです。ちょっと存在感がしますね。そう、可愛い、なんか赤、なんか赤のね、可愛い、ちょっと差し色、黒バッグなんでちょっとワンポイントにちょっと見えるよっていうところが、うん、素敵でございます。可愛い感じです。黒多めだね。黒多めです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。私はダダン、これね、めっちゃ前から使ってるんですけど、ジゴタってところのバッグです。ちょっともらいました。旦那さん、お財布と見て、アイコの意外とサンドクリームとかあるので、そう、いつもボトルでかい香水、はい、じゃじゃんと、で、こんな感じで、これはお家の鍵、ちょっとこう、すごい、スマートですね。で、これが気になってました。ちょっと後ろからアピールしていい？はい。リップ、見て、わかる？好きなの、そろえてる感じですね。好きなので、アルコール、あ、さすがです。で、これが、まず店長、レミさんから、店長さんからもらったネイルオイルだ。で、これがリップ。これがフォト。私大好きですね、フォト。あー、いいですね。赤い。そうです。な感じでございます。全部同じ匂いなんですか？同じ匂い。リップ。あ、これだけちょっと違うけど、全部同じ匂い。イングリッシュペアってやつ。イングリッシュペア。フレグランスもこの匂い。そう、本当にいい匂いです。てな感じです。そうなんです。でもしっかり M が。そう。これあのメガネケースなんですよ。メガネケース。思いました。そう、活用して。エルガコリもしてるし、メイクポーチでも使えるから。めっちゃ使えますね。そう。なんでぜひおすすめです。こんな感じです。なんかみんな女子力高いものが入ってて、すごいなって思う。パワーには裏切らんなっていう。うん。恥ずかしい一人だけだから。ワンソークやばい。やばいです。確かに。入ってました。何で入ってたんですか。いや、すごいよ。無意識の人ですね。こんな感じで個性豊かなあのバッグ紹介だったんですけど、参考になりましたでしょうか。というような感じで終わりたいと思います。はい、はい、では皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。